朝日型護衛艦、海上自衛隊の護衛艦の緩急アメリカ海軍のキャノン級護衛駆逐艦の対応を受けて、1955年に最終駅させたものである。1951年、連合国軍最高司令官マシューリ自衛大将は、連合国軍占領下の日本に対して、パトロールフリゲート及び上陸支援艇を対応することを提案した。 これを受けて1952年4月26日、海上保安庁内において、これら軍艦の受け皿となるとともに、将来の海軍の母体となるべく、海上警備隊が創設された。そして同年8月1日の保安庁の発足とともに、海上警備隊は、海上保安庁の航の警戒部を吸収して、警備隊に改組され、陸上部隊である警察予備隊とともに、 保安庁の励下に入り、本格的な再編成への体制が整えられることになった。対力安定のうち、PF は1953年中に18隻全艦が引き渡されて、クス型警備船として収益し、後の海上自衛隊護衛艦整備の出発点となった。警備隊発足年度である昭和27年度予算では、これらの警備船の運用基盤を整備するための 支援船の建造が優先され、戦闘艦艇の建造は行われなかった。続く昭和28年度より警備船の国内建造が着手されたものの、同年度での建造は、1600トンの大型警備船2隻と1000トンのお津型警備船3隻に止められた。その後、1954年5月14日に日米官邸対応協定が調印され、 リバモア級駆逐艦とキャノン級護衛駆逐艦2隻、頭痛が対応されることになった。このキャノン級を最終益させたのが本型である。なおリバモア級は朝風型護衛艦となった。海上自衛隊の護衛艦でディーゼル電気推進を採用したのは本型のみであったが、以後のディーゼル護衛艦の建造にはあまり影響を与えなかった。大きな上部構造物などにより、 同時に対応されたリバモア級と同様に重心が高く、復元性能に問題があったが、朝風型のように改善工事を行うことはなく、そのままの装備で最後まで運用された。対応後も装備は基本的に対戦中のままだったが、1959年にソナーを乾装、1962年にはレーダーを国産のオプス -16 に更新している。 護衛艦、朝日艦主の番号は、第六護衛隊所属を示す。1955年6月14日、ボストンで引き渡しを受けた領艦は、同日付で、第六護衛隊を新編し、横須賀地方隊に編入された。ノーフォークで収益訓練を行った後、日本に開港され、11月25日に横須賀に入港した。1956年3月1日、 第6護衛隊は第1護衛隊軍令下に編成がえ、1957年9月1日付の訓令に、基づき監視記号と艦番号が付与され、監視の表記も体番号から艦番号に変更された。1960年10月1日、監視分類改定に伴い監視を警備官から護衛官に改めた。なお、同年一月十六日付で、 第六護衛隊に護衛艦、若葉が編入され三隻編成となったが、同艦は旧海軍駆逐艦、李の後ろ身であり、総艦特性、装備等が米艦と全く異なるため、同一護衛隊にあって作戦行動を行うには運用上の問題があり、翌1961年4月1日には、再び二隻編成に戻された。1960年12月1日、 第3護衛隊軍が新編され、第6護衛隊はクス型護衛艦で編成された第3.4護衛隊と共に編入された。1961年9月1日、護衛艦隊が新編されると、第3護衛隊軍は第1.2護衛隊軍と共にその霊下に編入された。1964年12月10日付で、第6護衛隊は廃止となり、両艦とも同日付で、 練習艦隊第一練習隊に編入され、第一声を離れた。以後は練習艦任務に従事したが、老朽化に伴い1975年6月13日に揃って除籍返還された。これにより海上自衛隊の太陽艦艇はすべて姿を消したことになる。ラジャー・フマボン両艦ともその後の1978年、フィリピン海軍に供与された。 ダトゥシカトゥナと改名された、朝日は1988年に除籍されたが、ラジャー不満本となった、初日は一時退役したものの現役に復し、艦隊艦ミサイル搭載を含む、近代化改装も検討されたが実現しなかった。その後2011年に、グレゴリオデルピラール級フリゲートが収益を開始するまで、同国海軍最大の水上戦闘艦として活躍した。 ラジャー・フマボンはフィリピン海軍にあって長らく現役にあり2016年4月29日にはアドムム海洋安全保障実動訓練のためフィリピンに寄港した護衛艦伊勢と親善訓練を実施し同年9月1日には派遣海賊対処行動の任務を追益帰国途上の護衛艦夕立及び夕霧と共同訓練を実施さらには2017年においても 護衛艦出雲、との開港を果たしたが、2018年3月15日に、長きにわたる、現役生活を終えた。ありがとうございます。